ちは、キャプテンサトシと申します。さあ今日もザ・ラグビーをやっていきたいと思います。練習スタート。今日は合宿です。はい、ということで前回は8月の1週まで進めて、まあ、今日からね1ヶ月長いんですけど菅平合宿がスタートします。で、まあ菅平の合宿ということで普段よりちょっとね練習の効率が上がるらしいんですけど、前回の動画でコメント欄で教えてもらったんですけど We are 菅平っていうプロジェクトがあるそうで、僕なんかこれ名前はね見たことあったんですけど、どういうのかっていうと、まあ、要はクラウドファンディングらしいですね。で今菅平ってやっぱりまあ全国どこの合宿所も大変だと思うんですけど、例年だと1000チーム以上が来てたらしいんですけど、そこにね今回7月までのキャンセルで15万人以上がなんかキャンセルが入って、今31チームぐらいに減っちゃってるらしいんですね。その菅平に来る合宿に来るチームが、これラグビーだけなのかな、それともサッカーとかも含めてですかね、ちょっと分かんないんですけど。でまあそのプロジェクトはちょっと僕見てて面白かったのが、なんか現役時代二度と来るもんかって山を降りてった OB の皆さんに対してまあそのご支援をいただいて、2020年の夏があったから菅平もラグビーもっと強くなれたと、なんか残念な年にしたくないっていう思いで、まあ、できる人はなんか力を貸していこうよっていうプロジェクトらしいんですよね。なんか We are 菅平のロゴもすごいかっこいい感じなんですよ。まあね、別にそのできる人が支援するっていうのはクラウドファンディングだと思うんで、例えば広めるっていう形でもね十分力にはなると思うんですけど、僕も現役時代二度と来るもんかってまあそういうなんかね結構有名なんですよ菅平で。僕もね聞きましたね、この高校1年生の時に3年生の先輩が最後菅平の、宿舎から帰る時にバスに乗ってる時に山を降りる時にですね、ガラガラって突然バスの窓を開けて二度と来るかって叫ぶんですよ。1年生の時はなんかあんまね気にしてなかったというか、気にしてなくはなかったんだけど、どっちみちもう自分はあと2回行かなきゃいけないっていうのが確定してたんで、あんまりねそこに対してうおーとか言えなかったですけど、他の先輩3年生の先輩たちはすごい盛り上がってましたね、その二度と来るかっていう。結局僕は大学生になっても行きましたけどね、一夏で3回ぐらい行った時がありましたね。高校の OB 戦とかでもなんか招集されて、みんななんかはるばる菅平に行くんですよ、集まってきて。それ以外にね全然ラグビー関係ないゼミの合宿で菅平に行こうみたいになっちゃって、まあなんか2泊3日ぐらいの短い合宿だったんですけど、しかも全然運動しない、当時研究をしてた内容だけでね、なんで合宿が必要なんだっていうような、ね、めっちゃ反対しましたねその時僕。いやちょっと菅平以外にしないかと、今年の夏すでに僕2回行く予定なんだとすごい主張したんですけど、受け入れられなくて菅平に決定しちゃって、ね、一夏で3回行くっていうね。さあということで、そんな菅平にゲームでも来ておりますが、なんとなくねもうこの8月を終えたら9月で一応大会なんですよ。まあ最上級生がまだ2年生なんで、そんなね全国行けるとは思ってないんですけど、一応フォワードパスっていう普段やってない戦術練習をやらせてみてます。まあ、思ったほどなんか形にはなってるんですね。来年また合宿中にこれをやればもしかしたらある程度ものにはなるのかな。だいぶ形にはなってきたっていい方なんじゃない。とりあえず疲れがたまるまで、ああでもちょっとたまってきてんな。まさかの合宿中に休ませるっていう、違う、あ違う、臨時休養か。どうしよっかな、休ませるなら一気に休ませた方が効率がいい気がするな。こい
サイトとかちょっと怪しいっすよね、疲労度。一番ね、3つある線の青い一番右の線グラフが疲労度なんですけど、これがね半分ぐらい溜まってると結構怪我しちゃうんですよね。全員休ませるか。早めに休ませて効率を良くしようということで、2週の前半を休養にしちゃうのかな。菅平の僕の思い出はですね、なんて言ったかな、ダボスの丘だっけな、ダボスの丘っていうスキー場があるんですよ。で、まあスキー場なんですよ。だからまあ斜面なんですよね。僕は夏にしか行ったことがなくて、まあ、そこにね、まあ、今日はじゃあ午前中ダボスとか言われるとみんなでゾロゾロ歩いていくんですけど、まあ、その坂道、夏に行くと普通の坂道なわけですけど、そこでランパスとかダッシュとかをするわけですよ。でその中でもね、なんか特別なランパスがあって、それがなんかそのダボスの練習の締めくくりなんですよね。ちょっと練習名忘れちゃったな。なんか何チームかに分かれて普通にランパスをして、一番ねそのスキー場のてっぺんで待ってる監督とコーチのところまでランパスをしていくんですけど、条件が一個あって、最後その先生たちの前でトライをするんですよ。そのトライの瞬間に何か一発芸を、その例えばランパスで組んでる4人とか5人でなんかやるんですよね。でそこで監督とコーチが2人とも笑わなかったらアゲインって言われて、もう一回下まで降りてってランパスで戻ってきて、また笑わせるための一発芸をまた考えてからやるんですよね。要は面白いか面白くないかっていうよりも、なんか何回もやらせるっていう、終わりがいつ来るか分かんないランパスをに耐えるっていう練習だと思うんですけど、でももちろんなんかねアイデアも考えなきゃいけないんですよ。で次は何で行くみたいな。先輩とかがね先にクリアしてったりするわけでね、しょうもないことすると本当にアゲインを何回も食らったりするんですけどね。そういうのがありましたね。スキー場を逆走するっていうのがよくわかんないですよね。3週の後半、なんだかんだもう菅平が終わっちゃいますね。どうかな、なんか人によって疲労度が全然違うんですよね、これ。なんでなんだろう、そういう才能があるのかな。全く同じメニューをやらせてるんですけどね。斉藤くんがすごい疲労度が溜まりやすいんですね。ポジションとか関係あるのかな。ないと思うけどな。まあいいや、いらっしゃお。斉藤くんはだいぶ形になってきた。1年生にしては上出来なんじゃないかな。あ、この福岡とかだいぶいいかな。理解しだしてるってやつの方が。このね前回ね、秋田うちのエースなんですけど、ちょっと今現在うちのマネージャーと恋愛中でございます。こいつです。おっと、小山くんの調子が上がらない。スランプ、試合に出場させず、様子を見てはいかがでしょうか。どうしよう。試合は、とりあえずもう次は9月の3週の前半に、全国大会の、まあ、県予選が始まるっぽいんで、まあとりあえずスランプ終わるまでいいか。このままレギュラーにはしとこう。もう今ってレギュラーだよね。こいつだ。4週前半、ここで1回休まして、最終練習をさせて、菅平合宿を終えましょう。
今週の前半も休養、まあ、1ヶ月のうち2回休養でバランスは良かったんじゃないですかね。で、最終日、さらば菅平、来年も来ますよ。すげえ、やっぱ秋田はたくさん伸びしろがある。そっかは、この人スーパー1年生なのにあんま伸びないっすね、先日練習。キャプテン森田は伸びてる。ということで、バスで帰ってきました、菅平。いつもの学校ですね。もうね、夏合宿を終えると一気に9月は雰囲気が変わりますよね、高校ラグビーって。疲労度は OK ですね。伸びたんかこれは。でもなんかインテリジェンスが高くなった気はするね。オフェンスよりオフェンス、ディフェンスがあんま高くないのか、フィジカルの方が高いのか。どうやったら伸びるのかがいまいち分かってないんですよね。待てよ、どうしよう。9月。このまま戦術練習でいいのかな。戦術練習にプラス各自のポジションごとプレーか。とりあえず一回全部フォワードパスにしてから各々をちょっと変えていきます。で、9月の3週前半から試合なんで、まあ、ここまで、この前半の練習が終わったら試合が始まるんですよね。合宿でやってきたことを 2回ぐらいやって、残りを、ポジションごとの練習にさせようかな。控えの子たちはいいか。とりあえずまだポジションが確定してないんでね、まあ、だいぶ形になってきた人たちがいるぐらいで先日はしょうがないかな。さっき言ったWe are菅平っていうのは、何ですか、菅平プリンスホテル方が確かメインで進めてるプロジェクトだと思うんですけど、僕はそのホテルじゃなかったっすね。確かに菅平高原プラザホテルとか、プラザホテルっていう名前だった気がします。毎年行ってたのは高校の時はね。大学の時もなんか1回だけそこ行ったな、高校と同じ宿舎。1階のね、下駄箱みたいなところにね、あれがあるんですよ、コインランドリーみたいな。でそこでね、1年生は先輩たちの部屋を回ってなんか、あ、洗濯行きますって言ってもうまとめてね、置いてあるんですよ部屋に。おお、そこにあるからって言われて、でその日1日の先輩たちのパンツとか靴下とか練習着を持って1階のとこに行って洗濯をして、で終わって乾燥機までかけたらまたそれをね、終わりましたって言って持ってくんですよね。先輩たちのねパンツを洗うっていうまあ自分たちのもですけど。1年生って大変ですよね。お、あれ今日からだっけ。今日から全国ラグビー大会予選です。花園を目指して頑張りましょう。ちょっとまだ2年生主体のチームですけど、いけるとこまで行きましょう。
あ、もう3週前半だったんだ。とりあえずまだ時間的には今17分ぐらいなんで、試合をじゃあ進めましょうか。疲労度的には大丈夫かな。ちょっと佐川くんが怪しい。あ、やっぱ斉藤くんダメだね。この2人がなんか疲労が溜まりやすいんか。ここで怪我されたら困るんで、こうしとこう。さあ、予選が始まりました。秋、2回目ですね。マサラ工業高校にとって2回目の秋です。相手は青葉が丘。あ、弱い弱い。うちこのメーターだからね。まあ勝てるでしょう。勝てるよね。いけ。先にトーナメント表見ればよかったっすね。ちょっとフラグを立ててしまったか。ちょっと待って、1回戦負けはやだ。ちょっと頼む、ワントライ OK。 あー、攻められてる。ちょっと頼む。強えじゃん。嘘、1回戦で負けんの俺。ああ。そんな。ちょっと怠慢だったな。1回戦負けはないと思っていた。そうですか。光はお伺い、毎年なんか一番強いんですよ。で、うちが負けたのは、去年うちが負けたのここじゃなかったかな。坂戸義塾。うちが負けたのは、あ、ここか。青葉が丘。弱えだろう。納得いかねえ。そっか。光が丘とは一番対照的なブロックだったから結構いい感じなんじゃないかな。負けちゃったけど。強、ここ。オフェンス高。はい、まあ、ということで一回戦負けを喫してしまいました。つれえ。どうしよう。もう一戦ぐらいやってなんか動画終わろうかなと思ってたんですけど、今もうすぐ20分ぐらいか。ちょっともうちょっとだけ進めて10月になったら終わろうかな。あ、なんか10月の終わりに練習試合なんかそこまでいけんのかな。なんか一から鍛え直すべきだな、これ。つってもフィジカル結構鍛えたしね。グループ別とコンビネーションってあんまやってない気がするんですよね。コンビネーション適当にやらしてみるか。グループ別とコンビネーション半々でやらしてみます。コンパートじゃないの。ああ、これか。原因は連携がバラバラだった。おっと、あ、バラバラなんだこのチーム。確かにあんまね、一緒に練習してなかったのは個人練習でやってたからもしれない。しばらくから連携を鍛えましょうか。大事だよね。あー、やっべ、怪我しちゃった。平賀でもリサーブか。じゃあちょっと平賀は2軍と入れ替えます。前確か稲葉と交代したよね。こうしとこう、怪我が治るまで。設定をし直してこれで全員 OK で、
ね、そう。休ませないとみんな疲労が大変なことになってるね。ですね、ちょっと違うゲームの話題なんですけど、ラグビー20っていうゲームで僕この前ね、テレビ、アベマ TV の収録にちょっと参加して、呼んでもいただいて参加したんですけど、斉藤くん、スランプ、それをね、なんか僕ラグビー20の実況の中で、金曜の夜かな、公開された後に、6日間はなんか無料でいつでも見れます、見れるみたいですって言ったんですけど、なんか、確かにそう書いてあったんですよ、説明で。確かにそう聞いてたはずなんですけど、なんか、公開が終わった後、ちょっと映ってたかどうかだけちらっと確認しようかなと思って見ようとしたら、なんか変わってたんですよね、説明が。僕が出たシャープ2だけ、なんか、まあ、今シャープ2までしかやってないんですけど、全部で4回だったかな。第1回は今も見れるんですけど、第2回がなんかね、見れなくなってるんですよね。対象外ですみたいな。ちょっと話と違う気がするんですけど、ごめんなさい、なんか説明、違っちゃってて。なんで、キャプテンサトシの晴れ舞台がね、ちょっと、お見せできない。怪我しちゃった。誰？こいつか？違う。ちょっとね、皆さんに見ていただきたかったんですけど、申し訳ないっす。小山、スランプから立ち直った。そういえばスランプになってたね。また怪我、またもう一人出ちゃいましたけど、どうしよっかな。滝田ね、体格ちっちゃかったけど、確か、まあ、レギュラーに入ってた気がする、フランクあたりで。とりあえず滝田いるとこ。怪我してる人はね、ちょっと直していただいて。もね、ちょっとカットされたかどうかだけ気になってたんですけど、結局見れなかったっすね。深夜0時からなんで、しかもアベマ TV ってね、なかなかね、ネット番組ですからね。疲労ちょっと溜まってる人がいるな。アベマ TV で見てた番組って、まあもう終わっちゃったんでしたっけ、フリースタイルダンジョン、これね、一時期すごい見てましたね。モンスターが変わってから見てないですけど、まあ、確かモンスターが変わってから R 指定がラスボスになったんじゃなかったかな。あとね、そのちょっとフリースタイルダンジョンっぽい感じで、ポケモンのね、ポケモンバトルの番組やってたんですよ、前。それを見てましたね。僕がね、すごい好きな、あゆみんっていうポケモンの実況者とかいるんですけど、その人が四天、最初、チャレンジャーとして出て、その四天王に勝っていくんですよ。で、まあなんかそのチャンピオンを目指すんですけど、途中から確かあゆみんが四天王に変わったんじゃなかったかな。はじめ社長とかがなんか四天王クビになってましたね。ライバロリとか出てましたね。もうね、一時期ポケモンで世界大会を目指してやろうと思って、ダブルバトルなんですよ、ポケモンって。世界大会はチャンピオンになろうとするとね、頑張ってたんですけど、結局世界で最高成績。また怪我してしまった。なんか今日多いな。安西くん。世界でね、最高成績が250位ぐらいがマックスでしたね。
世界でだっけな、日本でだっけな、なんか日本国内で50位ぐらいに入ると、日本代表決定戦みたいのに出れるんですよ。で、そこで上位何人だっけな、上位10人、13人とかだっけな、とかになると日本代表になれて、もっと少なかったっけな。毎年なんかアメリカで世界大会が開かれるんですよね。あ、やべえ、忘れてた。安西くん。怪我してたね。日本代表に憧れたな。安西くんを選手入れ替えして、誰よ。平均的な能力の人をできるだけ練習させたいですけど、もういないか。よし、小畑帰ってこい。小畑頑張れよ。小畑の練習メニューってどうなってんすかね。久々に一軍復帰だからな。スタンドオフ、まあいいでしょう。臨時のスタンドオフとして。ちょっと時間的にもう30分になりそうなんで、で、そろそろ練習試合があるんで、そこで今日は終わりにしたいと思いますね。4週の後半を終えたら練習試合かな。あとはね、金予選の決勝戦とかがあるタイミングらしいんですけど、まだちょっとマサラ工業には縁のないところですね。来年はちょっと狙いたいですね。3年生がいよいよ主体になってくるんで。さあ、ここでちょっと臨時休業を挟みつつ、こんな感じで練習試合、今日はこれで終わりにしますね。読めない。白徳？上徳？それなりの戦力。なるほど、ディフェンスが高いチームですね。キッカーのね、フロントロー率の高さよ、このゲーム。キャプテンがロックと。練習試合なんか勝って効果があるのか分かんないけど、勝って終わりたい。今日は1回戦で負けちゃったんで。 OK。 おっと、あ、でも相手キックを外してる。あ、小倉がトライ取ったんだ。いや、ちょっと勝って終わろうよ、マジで。マサラ工業不安すぎる。このゲーム、このチームが不安すぎます。斎藤スランプだったんだね。やっぱあれか、マネージャーとエースが付き合ってイチャコラしてるからチームの雰囲気が弱いのかな。ちょ、次あんなイベントになったらもういい絵をしてやろう。あのね、もう今日から決めました。あの、うちはもうブライ恋愛禁止です。マネージャー同士だろうと、選手同士だろうと、禁止にします。だからもうね、いい家にします。ということで、ちょっと今回は試合、負けが続いちゃったんですけど、まあね、菅平合宿を終えたということで、一応なんかあの、We Are 菅平ズプロジェクトの、Twitter がメインなのかな。あとなんか YouTube のチャンネルもあったんで、僕もチャンネル登録したんですけど、そのチャンネルとか概要欄に貼っとくんで、気になる方はチェックお願いします。次回はですね、もう全国大会も行けないことが決定してますので、どこまで行けんのかな。12月に地獄の期末テストがあるぐらいですね。まあ現実でも高校生の皆さんは期末を迎えてるんですかね。僕は赤点取って結構大変な目にあったんで、もうほんと部活をやめようかって悩んだぐらいのエピソードがあったりはするんですけど、まあ、やっぱね、普段の
授業からちょっと練習勉強はしとくべきだなと思います。ただ僕が今高校生に戻ってそれをするのかと言われたらちょっと分かんないですけど、ということで、本日はここまでします。ありがとうございました。